責任は全部自分が取る。いや、責任取ってもらうと、社会人でよく使われる責任とはどういう意味なんでしょうか。それは極端な例でクビになるとのと言われるが、どうも条件反射的に答えてるだけのように感じて、ここの本来の責任の意味を聞いてみたいです。雰囲気です。要は、責任取るって言ってるやつが、本当に責任取るかっていうと、多分取らないんですよ。ただ、俺が責任取るって言ってくれる人がいると安心するわーっていう、ふわーっとしたものなので、なんかかっこいいセリフだから言いたいっていうのと、言われた時は、あ、この人が責任を取ってくれるから自分は無責任でいいんだって安心して、結果としてやらかした後になぜか無責任でいたのに責められるっていう、責任取ってくれるって言ったのに何もしてないですかみたいなのはよくあります。ただその方が動きやすいっていう人もあるので、もうなんか儀式とかかっこいいセリフだと思っていただければいいんじゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。